白鷹町宮間地区でかつて農家の冬仕事として行われていた宮回し製作の初期工程、楮ふかし、楮はぎ、黒皮干しの作業が今日22日宮回し振興研究センターで行われました。製造技術が県無形文化財に指定されており、良い和紙作りにつなげようと住民らが早朝から作業に取り組みました。行ったことがいっぱいあるんですけど、いつもはいいですね。